ゴルフ TSI コンフォートラインで走り出しました。こちらもやっぱりね、直噴ターボといえば元祖と言ってもいいような、フォルクスワーゲンの、ね、TSI ユニットと、7速の DSG、ツインクラッチの、ね、ギアボックスの組み合わせなんですが、走り出しはやっぱりこう滑らかですよね。 CVT と違ってもちろんギアの段があるわけで、しかも、クラッチをね繋いだり離したりとかしてるわけなんですけども、本当に出始めの頃はね、そこにね、ちょっとギクシャク感とかねあったりしたものですが、もう何年も作ってますからね、もう手慣れたもので、本当にその辺の制御スムーズで、いわゆるトルコンの AT だったり CVT みたいなものから乗り換えたとしても、その滑らかさにねこう違和感は全くないと言っていいんじゃないかなと思います。改めてね、そのなんか技術力みたいなものを感じますよね。エンジン自体もすごく、もちろん下から力があるという意味では同じなんですが、滑らかさでいうとこちらの方が一枚上手かなという感じがありますね。もしかすると車全体の車音とか、精神みたいなところもいいのかもしれませんね。いい意味でエンジンの存在を主張してこないというか、そういう感じがあります。本当にね、心地よい音だけが残って、雑味のある音とか振動とかはね本当に打ち消されてて、 1.2 リッターの4気筒なんだよなと考えるとすごいなと、やっぱ改めてね感心させられるエンジンだなと思いますね。そしてゴルフをね語る上では、このシャシー性能というかね、シャシーのクオリティの高さ、やっぱここに触れないわけにはいかないですよね。エンジンの音振動が小さく感じられるだけじゃなくて、ロードノイズというんですかね、そういうものとかもう全部のね、雑味、音、振動などのね不快になる要素、要因が本当に綺麗に丸められてて、レベルが低く抑えられていて上質ですよね。ゴルフはこのセグメントのスタンダードだったりベンチマークだったりメートル元気だと言われるわけですけども、本当にこうゴルフがここまでやってくるとライバルは大変だよなと、ゴルフに乗るたびにやっぱり思わされる、もう本当に一クラス上の車みたいなね感じなんですよね。ステアリングとかね、そういうもののこう感触というか手応え、そこもね上質感につながってますよね。実はこのゴルフ、5世代目のモデルから、リアサスペンションはねマルチリンクというね、凝った独立剣牙を使っていたんですが、この7世代目のモデルになってね、そのマルチリンクを使うのが、上位グレードっていうんですかね、ハイライン GTI、そういったモデルだけになって、この今乗っている TSI コンフォートラインや、トレンドラインといったモデルはね、リアサスペンション、昔ながらのと言っていいのかな、トーションビームに、なってるんですよね。単品でねサスペンションだけで比較すれば、もしかしたらやっぱりマルチリンクの方がね、いいなというものだとは思いますけども、もうこんだけの、ボディがあったら、この静けさがあったら、サスペンションはねもうトーションビームでも本当に十分な性能を出せるでしょうと、そういうことをねこう突きつけられてるかのようなというかね、そういう感じがしますよね。オーリスとゴルフ、2台に乗ってみたわけですが、まずゴルフ、改めて乗ってみてね、その高い実力に、改めて感心させられましたね。機械としては本当に、完璧というか火の打ち所がないというか、そんな言葉を使いたくなるぐらい、でもちょっともうその代わり冷たい気すらねしてしまうぐらいの本当に出来のいい車だなと改めて思いました。ではオーリスがどうだったかというと、正直言うと期待以上、本当に期待をはるかに上回るぐらいねよくできていてびっくりしました。いろいろと理由はあると思いますけども、やっぱりヨーロッパという厳しい市場でこのゴルフのようなライバルと戦う、それはねつまりこういういい車ができるということなのかなと思います。だからといってねヨーロッパ車になってしまったわけじゃなくて、トヨタ車らしい扱いやすさとか、親しみやすさみたいなものの奥にねそういう高性能が実現できているというところがね、なかなか素晴らしいなと思います。特にこの 120T の場合は、エンジンも魅力的ですし、トヨタセーフティーセンス C と呼ばれる先進安全装備も全部ついてます。かなりね、買い物としてはねいい候補になるんじゃないかなと思いました。いずれにしてもね、こうやってどんどん切磋琢磨していい車が出てくるというのは大歓迎なんでね、これからもこの2台含む、ヨーロッパとトヨタ日本かな、その戦いはねどんどん激しくやっていってほしいなと思いますね。